理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第527回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と香里と正人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今日は3人でお送りします。今日は3人、はい。明日は、明日とか来週は来週の風が吹きます。なんか風邪ひいてる人がいるみたいだしね、はい、すいません。ちょっとだけ鼻声でごめんなさい、ねね、いつもの犠牲ですよ。今日は、9月の天文現象についてお話をしていきます。はい。で、まあ、9月だと、お彼岸、秋分の日があるのと中秋の名月があるので、それは、本編でお話をしようと思うんですけれども、うん、今年はですね、ほうき星、彗星が見えそうだというのがありまして、いいですね。これが2023年8月の、登録日は13日なのかな、うん、の、午前3時45分ごろ、静岡県のアマチュア、天文家西村さん、お、西村さんが見つけた西村彗星。西村彗星、はい。西村さんは2021年7月にも新彗星を発見しており、今回の発見は通算3個目だそうです。わお、西村1号、西村2号、西村3号。そうで、彗星は、以前はね、やっぱコメットハンターって言って、彗星を見つけるのを一生懸命やってる人たちが多かったんですが、今もいないわけではないんですが、技術が進歩して、こう前転をね、バンバン写真に撮るみたいな、プロジェクトが、うん、たくさん、もうなんていうかな、あの、力に物を言わせて、そうなんです、一般人をねじ伏せてるって感じね。あ、はいはい、まあ、ねじ伏せてるというか、寄せつけない物を言わせてる感じで、なので彗星の名前でも、プロジェクト名、人の名前じゃなくてね、うん、そういうものが、多かったんですが、まあ、久々の、日本人の名前の彗星、うん、でこれがですね、太陽に近づいてこないと明るくならないんですよね、彗星って、うん、そもそも自分で発光してるわけではなくて、太陽にだんだん近づいてくると太陽の光を受けたり、あとは、だんだん表面が暖かくなって、ガスや塵が放出されて、コマと言われる、見かけがちょっと大きくなって見え始めたりするっていうのがあって、もう、9月の下旬までには太陽の向こう側を回るんじゃないかな。なので太陽にある程度近い状態になっています、うん、で、見えるのは、朝方というか明け方、太陽が出る前、金星の近くに、あるというのが見え方になっています、はい、で、いつも難しいどのくらいの明るさになるか予報というか予想なかなか当たらない。なかなか当たらないんですよ。はい。で、9月に、5等前後で見えると予想されているとなっています。あ、5等ね。はい。1,2,3,4,5 の5等です。で、後藤さんがちょっとなんか考えたのかと思っちゃった。西村さんですね。なので、西村さんか。空が暗いところであれば6等星まで見えるというふうに、一般的には言われていますが、見えない見えない。ぼやけちゃって。で、彗星の、5等星は、一般の恒星の5等に比べて暗いです。ピカピカしてないんです。ますます見えないじゃん。そうなんです、ますます見えないんです。自分が光ってる彗星っていうのはないの？それは恒星でしょ。あ、だから恒星が飛んでくる。恒星が飛んでくるのはそれは彗星と言わないんで、なんていうの、それはなんとかっていう名前のついた恒星が近づいてきて、結構映画の世界になってきますよ。やばい系？やばい系ですね。あ、で、遠くにある、暗い星が急に明るくなる超新星爆発とかっていうのは観測されることがあります。そうですね。はい。で、8月の下旬から、9月の多分10日ぐらいまでだったら、明け方、日の出前に一番明るくて、5等星ぐらいということは、天体望遠鏡か、双眼鏡でも見えるんじゃないかと。おお。で、太陽に近いところなので、タイミングが大事なのと、あと空が明るくなる前に見たいので、
東側が開けてるところじゃないといけないんですよ。東側に山とかがあると、彗星が見えるところには空が明るくなっちゃったりするんでね。なので、東の空が開けているところ、見晴らしが良いところ、空が暗いうちに、星座表で場所を調べて双眼鏡で観察するか、写真カメラで長時間録音とかすると目でほとんど見えなくても映るかもしれません。で、多分五等星の、はい、五等星の、彗星だと双眼鏡で見ても尾っぽが綺麗に見えるってほどではないんじゃないかなと思っています、うん、はい。で、いくつかの、星空アプリ、スマホとかにある、はい、を見ると彗星、ほうき星を見つけるというのがあって、その中にデータを更新すると、西村彗星というのが出てくると、場所がわかります。おお、早いですね太陽、そのアプリたちの太陽。西村は漢字のパターンと、はい、ソフトによっては、アルファベット、ローマ字ね、西村 SHI 西村、コメント西村、あと彗星番号っていうのがついてまして、そちらで探す場合には C ABC の C、うん、スラッシュ2023スペース P1 です、うん、コメットの2023年、8月下旬に、最初に見つかった彗星という意味ですね。かっこいいね。え、どの辺が？なんかよくわかんないところが数字の整理番号とかつくとちょっとかっこいいですか？なんていうのかな、あのね、なんか暗号、うんうん、的な感じ。 2023P1 でしょとかって言えます、うん、言うんだ。あ、言うかどうかわかんないけど、かっこいいっていう人がいるんだったら言ってもいいのかなみたいな。ほら、なんていうかな、ふふん的なはい、皆さんふふんって言いながら西村彗星を見つけてくださいあとね、はい、彗星が見えなくても金星は見えます、うん、なので、金星の近くにあるな、いると思いを馳せて、はい、ぜひ星座が分かる方は、双子座、蟹座、その先は獅子座の方に彗星が見えるということになりそうです。はい、はい、で、前もお話したかもしれないですけど、はい、C スラッシュは、コメットの番号ですよっていうことですね、うん、で2023、これは年2023年。で P っていうのは、1月が AB、 2月が CD、 EF、 AB、 CD、 EF、 GH、 I を飛ばして JK、 I? LM、 まだ I じゃないのそんな悲しい人生でいいんですかなんだっけ、 LM、 N、 O、 I がないなんて、P、 Q、 あれ？ちょっとずれたか。何はともあれ、愛がないからだよ。愛がないのは1と間違えるからだそうです。O は？O も抜くのかな。待って、4、じゃあ0と間違えるじゃない。ちょっと抜いたら多分 P が来ると思います。愛と O を抜くのかも。あ、でも7、7月？あれ？8月です。8月13日に発見されて、8月15日に登録されています。愛と O を抜くと7月下旬になりますね。あれ？いや、愛を除いて、8月上旬じゃないですかね。違うかな。愛を除いたら8月上旬になりますね。あ、8月上旬か。あ、じゃあ O はカウントしてるっぽいですね。そうそう、なぜか O はカウントするんですね。おかしくない？なんかさ、ね、きっとそれ考えた人さ、やさぐれてたんだよね。なんか失恋か何かしてさ、この世に愛なんてありえない。そうですね、絶対愛なんて認めないぐらい。そうでしょうね、いや、海外の人だからそんなことはないと思います。いや、でもさ、失恋はさ、別に海外だろうがさ、関係ないから、みんな起こすからさ、やさぐれてたんだよ。うん、でももう俺には愛なんていらない、俺には星があればいいんだ。多分愛は溢れてるからいらないって思ったのかもしれないなと思って。お、名言出たぞ。愛は溢れてるからいらない。あと発見順が1234でつくんで、多分 O は大丈夫なんですよ。ああ、頭一番最初の桁が0でもなんか I だったら O になってるのは O で読めるんで、多分平気だと思います。はい、ということで I の1番だと11番に見えちゃう。あ、そう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 、はい、
ということで、ほうき星彗星の話でした。はい。で、あと9月の天文現象でいくと、どっちが先だ？お彼岸、秋分の日が先ですね。うんうん。秋分の日、9月、23日です。で、時刻は15時50分が秋分の、タイミングになっています。で、この日はほぼ昼間と夜が、同じ時間で、真東から日が昇って、真西に沈んでいきます。赤道では真上を太陽が通過するという日になっています。最近はあんまり衛星画像って出ないよね。ひまわりとかの。ん？天気予報で、はい。ひまわり8号ですか、ひまわり9号ですみたいなのの写真が出るじゃないですか。うん。あれを地球全部を見たときに、夏至とか冬至だと光が斜めから当たるんで、昼とか夜の線が斜めなんですよ。で、例えば夏至だったら、北半球は、たくさん当たってるけど、南半球はずっと暗いままなのね、一日中。なんですけど、そうですよね。衛星から見た地球全体の、そうですね、丸々見えるやつ。ね、はいはい。そう。で、秋分の日とか春分の日は、昼と夜の間の線が、縦線でやってくるんだよね。斜めにならない。で、北極も南極も、まあ、明るいって言ったんだけど、昼間は明るくて夜になると暗くなるっていう感じに見えると。そうそう。なかなかね、この、秋分の日を実感するっていうのはなかなか難しくて、秋分の日は休日だから実感するっていう人が多い中、やっぱ天文学的に実感していただきたいなと思って、こんなことを言ってみたんですけど、これが太陽暦のお話で、もう一つが太陰暦のお話で、中秋の名月、はい、月ですね、はい、が、9月の29日です。この日が満月で中秋の名月です。中秋団子の日ですね。そうですね、お団子とかすすきの団子3兄弟もう4兄弟に戻ってるね。一時3兄弟になってたけどね。ああ、串団子がね。でも、そう結構中秋の名月のお団子は串に刺してないのが多いんじゃないですか。15個形式的にはね。うん、で、こちらもご存知の方が多いかもしれませんけれども、旧暦の8月の、満月が中秋の名月になっています。で、多分ね、今年は十五夜と満月の日が同じなんじゃないかな。おう、じゃあもっと食べなきゃダメな感じ？そうじゃないです。ちょっと待ってね。旧暦は新月の日が1日なんですよ。だから、うん、なんていうのかな。で、月齢は新月をゼロとして数えて、そこでちょっと半日分ぐらいずれるんですけど、で、15日を、十五夜って言うんですけど、天文学的にはフルフルの満月がある日を、満月の日って言うんで、満月の日と十五夜がずれることがあるんだよね。なんですが、中秋の名月と、満月の日は、今回は同じかな。はい、29日が満月で中秋の名月ですね。じゃあまあハッピーって感じかな。スズキと団子ですね。でお月見しましょう。すすきはちょっと食べないけど、すすきは食べないですね、うん、で、まあ中秋の名月はね、そのよ今かカレンダーをかけたんですけど、中秋の名月はよ日めくりカレンダーちょっとかけたんでね、はい、お月見にいいっていう風に言われているんですよ。うん、角度がいいとかですよね。そうそう。あれ角度は13日がいいんじゃないの？香織さんこの番組結構やってますよね。そう？満月は。寝て待つか立って待つかね、あれ座って待つんだっけ？それはタイミングの問題で、満月が、はい、高い位置に出るか低い位置に出るかっていうのがあって、夏の満月は低めなんです。うん、で冬の満月は高いんです。春と秋が真ん中あたりなんです。なので、はい、月見にちょうどいい高さというふうに、言われています。でもほら背の高い人と低い人で違うんじゃない？いや皆さん縁側とかで座って待つので大丈夫なんじゃないですかね。縁側なんてある？縁側なんてありますよ。ある？実家には縁側ありますよ。実家にはないな。実家にも、うん、もうないな。実家にもないな、うん、
そう、背が高くても低くても見上げる角度はほとんど変わりません。はい、座高の高さが同じってこと？100メートルのビルでも、地上でも見上げる高さはほとんど変わりません。すいません、真面目に答えてしまってもうなんて言っていいかちょっとすごく悩んじゃって何も出てこなかったよ。はい、ということで、9月は、はい、じゃあ吉屋さんは地面から見てください。私はビルの上から見ます。あ、ビルの上から見てください。私はその日どこに行くかでちょっと考えます。どっか行くの？金曜日なんでどっかで仕事してるんじゃないかと思いますが。花金ですか？あれ金曜日のなんだっけ、ハッピーフライデーじゃなくてなんだっけ、なんかあったね。プレミアムフライデーありました、ね、どこ行った？ですね、なくなりました。一つだけなくなったの、はい、プレミアムフライデーの話をすると一つだけ、はいはい、私の番組そんな理科の時間ではですね、はい、プレミアムフライデーを推奨してますか？違います。天文現象をお知らせするときには必ず月末の金曜日なのです、はいはい、確かに。なので私は天文現象の回を配信すると、あ、そうだった、プレミアムフライデーだったなって思い出すんですよ。初めて聞いた。初めて聞いたって言っても、いや、でもプレミアムフライデーの話題は何とか出た記憶はあるのね、吉谷さんとのこの話をしてるときにね、はい、でも話題に出たっていうだけでそれが毎回重なってるとは気づかなかったっていうか、同じ定義なんで毎月最終金曜日をプレミアムフライデーにしましょうって言って私たちの番組も最後の金曜日の配信を翌月の天文現象にしましょうって言ってで、プレミアムフライデーに配信してるのがそんなエリカの時間の天文現象。プレミアムフライデーの方が後だよね。後で先になくなったよねもうあれは本当に撤回されたっていうのでいいの？よく知りません。国のプレミアムフライデーのウェブサイトがなくなったらしいというのだけ聞きました。へー、はい、なくなったんだ。ということで本編に行きたいと思います。はい、はい、それでは9月の天文現象の方をお伝えしていきます。8月に2回満月、これからもあるんですけど8月の31日が満月なので、え、2回満月ってなんだっけ、ブルームーンですね。香里さん、名前じゃない、はい、それってなんだっけ、なんとかなんとかっていうの情報量ゼロですよいやでも、あれもうそこで分かってるんだからそれでいいわけよ。なんとかムーンとかさ、色がどうとかさ、でもほら、なんか月2回のってなんだっけって言ったらもうそれで分かったでしょ。分かったからなんとかなんとかって言わなくてもいいでしょっていやちょっとは分かってる程度分かってないじゃないですか、なんとかなんとかなんとなくさ2つの言葉じゃんねえ、分かったでしょ。伺っておきましょう。分かったよね、はい、分かったでしょ。苦しい言い訳だと思っていますが、いやいや苦しくない苦しくない苦しくない、私鼻詰まってないもん。じゃあなんとかなんとかでなんとかなんとかなんとかで、回目の前、9月の新月は9月15日が新月です。はい、先ほども、お話しした通りここが旧暦で言うと8月の1日になります。で、満月が9月の29日旧暦の8月の満月というか、まあ、十五夜なのでこの日が中秋の名月というふうに言われています。ぜひね、夏の満月がどれくらい高い位置だったか、また低い位置だったか覚えている方は、中秋の名月もう一回覚えてるかなていうかまだ夏じゃない、だから9月の末ですからねまだ夏じゃない、もうだとしたら8月31日の満月の高さを、細かくメモっておくと9月と違いがわかるかもしれません。1ヶ月しか違わないよ。はい、で、あとですね、秋分の日が9月の23日ですね、この前後がお彼岸になります。お彼岸は何するんだっけ。お彼岸はお墓参りじゃないですか。彼岸花が咲いてぼた餅、違う、何餅、おはぎ、あ、そう、おはぎだ、おはぎだ、おはぎでいいね、食べ物と結びついてる行事って、というか、まあ、日本のね、
和食とか和のお菓子は季節感があるやつが多いですからね。いいね、練り切りね、大好き。で、各惑星の方の動きです。水星は9月5日に内合といって、ゴーゴー、地球から見て太陽の手前を水星が通り過ぎます。なので全く、見えなくなっちゃうんですけれども、そこから、地球から見てというか、太陽の西側にずれていきます。で、9月22日にはもう西方最大理覚となります。なんかね、いいね、西方最大理覚ってなんかかっこいいよねですね。なので、9月の末は、夕方に、ちょっと待って、9月5日に内合を、9月22日は多分東方最大理覚じゃないかな。そうじゃないと夕方見えないもんね。西に行けば太陽と夕方見えるのは西、あ、ごめんなさい、東方じゃなくて西方じゃない、間違えました、逆でした。西方最大理覚で、9月の末に、朝方太陽に先んじて、ちょろっと先んじて出て、空が赤くなるっていう状態です。それが東方最大理覚、あ、西方最大理覚になってます。あれ、朝方、朝方見えます。はい、太陽から見て右側に見える。あ、早く出てくる。あ、そっか。はい、次金星、金星は明けの明星ですが、じわじわと太陽から離れていきます。9月19日に、最大高度、一番明るい、タイミングになります。資料によっては9月18日が最大高度となっているものもあります。実はね、計算方法が、ここのとこ2種類ぐらいあって、細かく見るタイプと、以前からの計算方法があって、何はともあれ18日とか19日がとても明るいという日です。はい、次火星、火星は、地球から見て太陽の向こう側にいるのでほとんど見えないと思ってください。一応、夕方に太陽を追っかけて沈むっていうのがあるんですが、ほとんど見えません。はい、一方木星は、夜8時ぐらいから出始めて夜中中見えています。11月ぐらいに、太陽と地球と並ぶのでとても見やすい時期になっています。外惑星はね、どっちかっていうと内惑星よりも動きがゆっくりなので、これからじわじわとより見やすい感じになってきます。一方土星は8月の終わりに、小になりました。なので小なんですね。9月も引き続き見やすいです。小ですか。はい、なので土星はほぼ、日暮れとともに東の空に見えていて、明け方ちょっと前に、沈んでいくというふうなことになっています。で、月と惑星が近づくタイミングですが、ですね、4日に月と木星、14日に月と水星、あ、1個飛ばした、12日に月と金星、17日に、月と火星、で多分金星と水星と火星とかは、月を、見つけるのも大変なんじゃないかと思います。で、土星と月が近くなるのは27日、27日ですね、ということになっています。はい、はい、あとですね、この番組では、なるべくこう目で見える天文現象をお知らせしているんですが、一等星のアンタレスっていう星が月に隠れるという、あんた誰です、火星の敵と呼ばれるアンタレスあんた誰です、アンタレスで アンタレスというサソリ座の、一等星が月に隠れるというなかなか珍しい現象があるのですが、9月21日の夕方、はい、微妙なのはですね、時間帯で、だいたい夕方5時から、6時半とか7時近くぐらいなんですよ。で9月の21日は、お彼岸前後ですよね。ってことは、日没はだいたい6時前後なわけです。ということは、月は多分見えてるんですけど、アンタレスは、肉眼だと観察しづらいかもしれません。あんた全然見れないです。なので、肉眼で見えないかもしれませんが、望遠鏡を使えば見える。で双眼鏡でも
微妙かなという感じの、現象ですが、一等星がね、はい、月に隠れるっていうのはなかなかないんですよ、実は。ほう。多分ね、そう、今年日本で見ることができる唯一の一等星の構成色、つまり月に隠れる。なので、注目ではあるんですが、頑張らないと見えません。肉眼では無理そうです。はい、という感じ。はい。あとはですね、あと木星とか土星が見やすいという話をしたので、ぜひ、月と木星が近づく感じを、楽しんでいただければいいかなと思います。はい。あとなんだっけ、8月31日でもいいんですけど、何回か前にお話をした、満月ってすごい明るいよねというのを、直接ね、月を見て実感していただきたいと思います。月は、光がやってきた方向に強い光を返すという傾向があるので、満月の日の月面はとても明るくて、半月ぐらいの時の一番明るいところよりも、ずっと明るいというのがありますので、カメラとか持ってるとね、この露出を考える時に、シャッタースピードとか絞りとかで明るさが定量的にわかるんですけれども、目で見てはなかなかわかんないような感じがしますが、でも満月はとても、明るいというのが、満月の日にしっかり見るとわかると思います。で、私は田舎の生まれ育ちだったので、満月の日の夜に、町明かりがなくても、何、月で影ができるっていうのは、体験したことがあります。やっぱり、満月はとても明るいので、見てみてください。はい。あと星座ですが、9月の星座は、まだ夏の大三角が残っています。はい、まだ夏ですからね。まあそれはありますね。はい。で、まあ夏の大三角はね、真夏の、夜更けに、南の空に来るんで、なんていうの、夜8時ぐらいだと、この9月とかで真南に、9月に真南に、夏の大三角が来るのは9月ぐらい、ん？なんか間違ってんな。9月頃だと夜8時ぐらいに、夏の大三角形が見やすいです。で、秋の四辺形と呼ばれるペガスス座の、四角、なんかね、四角の中に、暗い星しかない四角が見えてくるっていうのが、東から昇ってくるので、これを見つけられるとちょっと、ペガスス座を見つけられるようになるんじゃないかと思います。でもさ、なんかその目で見るとさ、みんな四角に見えるんだよね。ね、その辺がだから三角形がさ、みんな三角形に見えるのと同じでさ、ほら偽十字があるみたいでさ、そう、その辺難しいんですよね。みんな見えるんだよ。そうなので、ぜひ、こういう機会に、秋の四辺形でペガスス座っていうのの雰囲気を、しっかり見てですね、分かるようになっておくといいんじゃないかと思います。あと、サソリ座はだんだん、見にくくなって、南の空に見えるのはイテ座、ヤギ座、水亀座という感じですね。で、もう少しすると魚座が見えてくるんじゃないかと思います。北の空は、カシオペア座が少し見やすいで、北斗七星は少し低い位置という感じで見えるはずです。なかなかね、夏は夏で見にくいというか、夜が短いのと、蚊が飛ぶから、あと晴れてる日が今回関東では少なめだったんじゃないかとも思うんで、雨も多かったですもんね。だんだん秋になると、空の空気が澄んできたりするので、ぜひ、綺麗な、星を見ていただきたいなと思います。はい、はい、ということで、9月の星空案内でした。はい、この番組そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。この宛先でよろしかったでしょうかっていうメールが来ましたが、合ってますと受け取ってます。あとはですね、そんない .com sonnai.com のウェブサイトの、そんない理科の時間の番組が一覧になっているところの右側にフォームがありますので、そちらからも送っていただけます。お好きな方をお使いください。またですね、そんないプロジェクトという、グループではですね、この番組の他にそんなことないっしょ、そんない雑貨店の番組を配信しております。
そちらも聞いてみてください。またですね、そんなプロジェクトメンバーはラジオトークやスタンド FM での音声配信も行っておりますので、そちらもチェックしてみてください。ということで、やっと暑い夏が、はい、いや暑いのはね、夏だからじゃなくてね、吉田さんの体温が高いから。あのですね、この収録をしている日が、はい、少々という、あの少々熱が高い日暑さが落ち着くっていう二十四節気の一つなんですね。気のせいですよ。なので、あ、でも今日ね、涼しくはないんだけど、雨が降ったから朝、はい、蒸し暑かった。そう、がっつりとした暑さが涼しくはなかったな。関東ではちょっと収まったんですが、一方で、日本海側から北陸、北海道では大変な暑さだったらしくて、お、はい、日本海側で38度9度で、北海道でも38度とか9度、日本海側の東北地方とかでね、秋田とか大変だったみたい。で、北海道でも35度を超えるところがあったらしくて、なんかちょっと北海道でなんか33度ぐらいで小学生が熱中症になったってけど、もう関東で行ってみれば33度なんてまだまだまだと思うけど、北海道だもんね。今日休校にした学校があるってニュースになってましたよ。はい、ということで、季節的には秋に入りましたが、暑さには十分ご注意してください。はい、はい、ということで、そんなエリカの時間第527回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と香里と雅人でした。それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。また今度。ごきげんよう。